はい、こんにちは。まーちゃんねるまへるです。今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストの超絶トリプルブースターセットです。はい、こちらは2018年8月11日本日発売のね、うん、このバスターエクスカリバーと同時発売ですね。はい、じゃあ早速開けていきたいんだけれども、うん、その前に黄金の5秒間今日2回目だけどもやっていきたいなと思いますね。はい、この間にチャンネル登録やこの動画が気に入ったら高評価お願いしますね。じゃあいくよ、せーの。チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。うん、はい、じゃあ早速開けていきましょう。うん、あー、これ色がめっちゃいい。おー、じゃあステッカー貼っていきましょう。うん、はい、ということでステッカー貼り終わりました。こちらがハザードケルベウスセブンアトミックですね。うん、はい、ハザードケルベウスはね、前あのランダムレイヤーコレクションで出てたんだけど、うん、色が全然違うね。そうだね、今回かなりクリアになってはっきりした感じするね。そうだね、こいつドス黒かったなんかね。で、アビリティ的にはこう変わらないですね。ここはこうカチカチへこむ感じね。はい、で今回すごくいいなと思ったのがこのディスクとドライバー全部ねグリーンになってんのね。色が合わさってね、これはいいですね。はい、続いて Z アキレス3ダガーデストロイですね。うん、これもね色がめっちゃ合ってる。この Z アキレスがすごくかっこいいよね。うん、金のねパーツでね。でこの3ディスクとこのダガーフレームいい感じだよね。そうだね。でダガーが今回初パーツですね。うん、2つのこの剣先みたいね。うん、これでバーストさせるみたいな。最後にウルボーグ8ベアリングですね。うん、ウルボーグは新パーツですね。そうだね、うん、初参戦。そうだね、嬉しいのがベアリング、もう一個ゲットできたのが嬉しいですね。うん、ちゃんと銀いい感じ、かっこいい。ただこれはメタルはないです。なんかメタルっぽく見えるけど、そうメタルじゃない、すごい軽いです。はい、じゃあまず今回の新しいベアシュートしていくね。うん、まずはハザードケルベースからいきます。はい、おーシュート。あー、いいねいいね。続いて Z アキレスいきます。うん、おーシュート。おー、これかっこいいじゃん。これデストロイですね。うん、だからアタックタイプだ。じゃあ最後にウルゴーグいきます。おっしゃ、あ、これ軽い。うん、これは軽いぞ。完全にこれはスタミナ系だね。うん、じゃあ対決していきましょう。私はハザードケルベセブンアトミックでいきます。はい、バスタイクスタイバーワンダッシュソードレベルチップ付きでいきます。はい、ノーマルモード3、2、1。おっしゃ、追いかけられてる。追いかけられてる。オーバー、3、2、1。逃げろ逃げろ。逆に来てるよ。ディーフェンス、ディーフェンス、ディーフェンス。あー、ディフェンスだけ、これはいける。ヒットもしたよ。おい、3、2、1。あんまり当たっていかんぞ。おっと、斜めに。おっと、よし、最後バースト、バースト。これはディフェンスが、ディフェンス力が高い。おい、はい、続いて私は Z アキレス3ダガーデストロイでいきます。 3、2、1。おっと、バスターモードに変えました。バスターモード、3、2、1。おっと、よっしゃっしゃ、バッシュ、3、2、1。いけ。うわー、暴れる暴れる暴れる。やばい、うわ、なんか怖い。あ、やばい、負ける。おー、負けた。じゃ続いてフルボーグ8ベアリングでいきます。はい、3、2、1。ゴーシャー。あー、この軽いで、あー、やばい、吹っ飛ばされたらアウト。でもね、この持久はすごいと思うから、あ、こうなれば、勝てる感じだろ。3、2、1。うわ、すっげーよ。2発食らったらちょっと痛いかもな。耐えられるか。あ、耐えられそう。こうなると、勝てるよ、これ。スタミナ勝負。3、2、1。じゃあマルキリベーコンを返しましょう。私が GKX カリバー1ダッシュソードでいきます。僕はウルボーグ8ベアリングでいきます。はい、3、2、1。おー、もろに食らったよ。3、2、1。
かぶっても、せめてスピンフィニッシュ。あー、そうだ。 C2-1 あー、ボロに食らっちゃダメハザードキルブース、セブンアトミックでいきます。はい、C2-1 いけーザードキルブース。さあ、おーい、モンスト C2-1 どうした、あれマスターエクスカリバーが C2-1 もしかしたらあれかもね、レベルチップとバスターモードの相性すごいいいのかもね。いや、この連続バーストはちょっとすごい気持ちがいいんだけど、あ、でもこれは負けそう。あ、来ちゃった。絶対消す。スリーダガーデストロイでいきます。はい、C2-1 ゴーシャン、ゲッ、アッチです。ゴー、C2-1 ゴーシャン、ゲッ、うわー、うわ、はやっ、おっと、いける、うん、C2-1 ゴーシャン、いけ、いけ、あー、やれた、逆に。はい、ということで今回はベイブレードバーストの超絶トリプルブースターセット。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画3つもっとコンテンツますので、ぜひチェックしてみてください。どうだろう、どっちが勝つだろう、どっちが勝つ、これはアキレスっぽい。あー、そうだね。そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで、いきなりバスターエクスカリバーがなんかレベルチップとの組み合わせでいきなり超絶強くなった気がする、うん、これゼロバンプとか組み合わせたら最強になっちゃうなるかもしれないね、うん、とはいえね、この超絶トリプルブースターセット、うん、あのいろんなパーツが入っててとてもおすすめなので、見つけたらぜひ買った方がいいかもしれないですね。はい、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。